誰かに話したくなる英会話、文教大学の提供でお送りします。 Hello everyone, I'm Lena Yamazaki。 ここからは誰かに話したくなる英会話、文教大学あの光一先生と一緒に今日覚えてすぐ誰かに話したくなっちゃう英会話を学んでいきます。あの先生、今日もよろしくお願いします。Hello everyone, 文教大学のあの光一です。リスナーの皆さん、レナさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、今日もリスナーさんから質問が届いています。ラジオネーム、くにやんちさんからです。秋の気配というのは英語で feel like autumn というのがふさわしいでしょうか。他に適切な表現がありましたらご教示ください。英会話を80歳から学んでいる83歳のじいちゃんです、ということなんですけど、素敵ですね。素敵ですね。本当、学びに年齢は関係ないので、ぜひ楽しんで英会話を学んでもらったらと思います。はい、はい、まず秋の気配の秋ですけども、ご質問で使われている autumn という単語以外に fall も使われますよね。あの、枯葉が落ちる fall から来てるっていうね。その通りなんですよ。はい、はい、でこの autumn というのは主にイギリスで使われていますけれども、アメリカでは fall を日常的に使っています。はい、まさに季節を表す落ち葉っていうことですよね。はい、それで秋の気配ですけれども、挙げていただいた feel like autumn を使うことができます。それでこの場合の主語は天気などと同じで it を使うんですね。it's raining とか言いますよね。はい、そして it feels like autumn、あるいは it feels like fall、 このように表現できます。のような感じがするっていう意味ですもんね。まさにそうなんですよね。秋のような感じがする、つまり秋が近づいているっていうふうに、言えるわけですよね。なるほど。それからもう一つ表現ご紹介したいんですけども、 autumn is in the air、 fall is in the air というものです。 in the air って文字通りに読めば空中にとかってことですよね。はい、そうなんですよ。空中にその辺に秋がある、つまりそういう雰囲気が漂っている、つまり気配がしているって意味を表すため、秋の気配がしていると伝えるときに、これがいいかなと。私結構こっちが好きなんですけども。秋がその辺に漂っている。そうなんですよ、その辺にあるっていう。いいですね。でもそんな感じですよね、きっとね。秋がなんか、だん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 迫ってきてるかな、なんかあそこにあるよっていう。はい、しかもこれだったらね、他の季節でもなんか使えるし、なんかイメージはしやすいですよね。そうなんですよ、頭の中で描きやすい。はい、結構応用できると思います。はい、ということで、ラジオネーム、くにやんちさん、いかがでしたでしょうか。メッセージありがとうございました。ここで一曲お送りするのはエド・シーラン、 Autumn Leaves。エド・シーラン、オータム・リーブスでした。番組では皆さんからあの先生に教えてほしい英会話のシチュエーションやフレーズなどを募集しています。メールは番組ホームページまで。またメールを読まれた方には番組のクオカードをプレゼントしています。ということで、あの先生、また来週もよろしくお願いします。 See you next week。